はい、皆さんこんにちは、ミクナナです。今日は、私がベストが好きなんですけど、ベストをたくさん持ってるので、今日はその中から厳選して着回しなんか紹介をしたいと思います。はい、はい、ではどうぞ。まず1着目こちらです。こんな感じのジーンズの生地で、春に今ベストかな。これはベストだけにつまんな。あの T シャツの上とかにこれだけ着ても可愛いかなって思います。はい、はい、次2つ目こちらはアディダスですね。これ実はあのリバーシブルなんですよ。なんで反対にしてこうやって着ると、はい、またイメージが違いますね。リバーシブルになっております。はい、はい、3着目こちらは花のお花の柄が書いてあるジーンズですね、のベストになっております。まあ今の格好に全然合わせてもありなんじゃないかな。はい、はい、4つ目こちらはあの私のダンスチームですね、キキララっていうチームやってるんですけど、でなんかみんなで衣装探ししてたら、これが衣装探しじゃない、あの時はイベント出てて、でちょっと近くにショッピングモールがあってから寄ったら、あなんとこれが100円って売ってて、めっちゃ可愛くないですか。100円のベストです。はい、お買い物上手ですね。またジーンズですね。こちらは裏肝っていうか、このモフモフがね可愛くて買っちゃいました。まあもうこの時期にはちょっと着れないんですけど、とても可愛いです。気に入ってます、はい、このモフモフ冬はめちゃくちゃ私愛用しております。この丈がね可愛いんだ、とってもモフモフで、とても気に入ってます。これはねいいんですよ。ママからのお下がりですかね、これは確か。はい、はい、こんな感じです。こちらは今年の冬ぐらいにゲットした商品なんですけど、あの、あ、すごい、なんか洗濯物のやつ映ってたじゃんこれはあのあれなんだっけ、アウトレット一番大きい御殿場かにあの行った時に購入しました。とても安くゲットできたので嬉しかったです。これめっちゃ着てる今年、すげえね大きいんだこれが、ビッグサイズで。赤ってこうインパクト出るよね、着ると。はい、今日はこれを着てお出かけしようかなと思います。では皆さん、今日はこんな感じでベスト紹介を終わります。どうでしたか、ベストみんなも着る気になりました。あんまり着てる人見ないけど、結構ミクナナは2人ともベストが好きで、よくあみたいなちょっとかぶったりします。よかったら皆さんもチャレンジしてみてください。はい、感じで今日は終わります。皆さん、ありがとうございました、見てくれて。ということでミクナでした。今日はナナだけでした。バイバーイ。